その私もその違いが分かってないんですけど、こっちはだから丘なんでしょうね。丘なんで山じゃなくて、これはなんか山に定義されるらしいっていうような感じみたいですよ。よく分からん。そういうことなんだろうな。これはすげえわ。ね、いやー、いい登山ができたね。へえ。あっちにゼップがあるってことは、あっちがあれか、ユニバのある方か、桜島か。へえ。おう、ユニバやってるわ。へえ。いや、すげえな。これが海抜0メートルで、その高さってことですね。すごいな。覗いたら見えるねんな、ふもとから。ふもとから背伸びした山頂が見えるねん。で、これが今出てとったけど、登山場なんや。へぇー。単車はダメなんや。自転車はいいんやね。へえ。どこに行けんのこれ。こんな感じ。30分に1本ぐらい来るんや。へえ。で、全登山場マップ。あ、マップは切れてる。今出てた後だから。これですね。港区側。この感じ。いいな。うばくるまも OK。 いくらな、値段とかがどこにも書いてない。USJ の近くの方とかにも行くの。ああ、なるほどな。結構いろんな登山場があるんだね。へえ、知らなかった。いくらで乗れるんやろね。運賃はどこにも書いてないんやね。いやーすごいですね。忘れ物はもうすぐにトンっていう。大山頂、散歩場、あ、危険ですのでご遠慮くださいってことなんですね。なるほどなるほど。ちょっと撮影はできないらしいんでね。その先のところがダメってことね。なるほどなるほど。単純にあれですね、桟橋があの、こっから見ても分かりますけど、めっちゃ揺れますもんね。お、すっげえ船も来るわ。大阪港は船よう走るな。観光船めっちゃ乗っとるし、すごいですね。ここから見ると結構ギリギリになって、反省もしてますけど、さすがにディーゼルなんですね。そりゃそうだな。あ、で向こうからまたやってくる。へー、なるほどな。へえ。向こうからもっとやってくるんや。すごい。もう30分。これが30分にまた出てくるやつなのよな。すごい。結構乗ってる。
すごい。こんなのあるんやな。あ、チャリンコにまた乗り込んでくんな。あ、これ渡っちゃうとあれだな、桜島の方に行っちゃうから、今回はあれですね、これあとコスモスクエアとかあっちの方に行かなあかんから。こんなところとかあるんよ、もろいな。で、観覧車がありの、結構いろんな船がくるくるくる回ってるんですよね。すごいな。チャリンコで海に渡れるってロマンありますね。ここはここで、なんか船着き場なんやね。税関か、法定地域ってことは。関係制限の時は、NG ですよ。これはこう、法定地域なんですね。あ、じゃあ、あっちはあっちで、なんか綺麗な建物もあるし。こんな感じなんですね。で、これが天保山公園なんですね。すごいな、もう階段の石垣で山頂が見えやもんな。はあ。そうですね。やっぱし、あそこですね、一番頂上ってなってますもんね。こっちから入らな分からんかったな。うん。展望台はあくまでも山を見下ろす展望台なんですね。で、旅客ターミナルがまた別でこっちにはあるんだ。こっちの当選所が何が違うんだろう。ちょっと調べとこうかな。なるほど。さっきの船なんですけど、言っとったところから、やっぱり、この前言った桜島駅、あそこからさらにもっと太寄りの方ですね。離れた、先っぽの方に着くみたいです。で、公園らしいんですけど、料金が載ってないんで、料金はごめんなさい、わからない。なんかどこ見ても載ってねえな。いくらなんだろう。まあ、100円とか200円で乗れるんでしょうね、あの感じだと。どうします？まあでも500円くらいだったら全然ありなあれですけどね。え、ここは今、大改装中なんですね。すごいですね。百戦、小医、小小医、厚し。中国の船かな？ 4 万7000、でかいな！ 4 万7000トン。へぇー。4万7000トンって、だって、10トントラック4700台分でしょ。すごいな。
計算の方法、こんなあれですね、いろいろあるんですね、トップパネルで。で、こっちの方に行くと俳優館があったはず。ちょっと飯食ってこ、そうだ、結局飯食ってねえんだよな。あの、古戦場まだ桜島からのなんかネタで使いたいな。で、違う観光船とかが利用、あ、さっきの橋と観光船とかもこっちから乗れるって。なるほどな。ああ、せっかくやなんか食っていくか。なんかあるでしょ、この感じ。よし。中はちょっと取れないと思うんで。関西空港とかで行こうかと。そりゃあ、こんだけ国際利用が多いんだったら、バリバリ利用ありますよね。すげえな。ちょっとなんか見ていきましょう。